皆さんこんにちは、ペコです。やっほよろしくお願いいたします。今回の Vlog は私の地元熊本からなんと約3年半ぶりにお友達家族が東京ディズニーシーに来るということで、おもてなしをするよ Vlog 前編をお届けいたします。それでね、バスの中から、今回はね私一人で行くのでバス移動でして、ちょっとめちゃくちゃ混んでたのでバスの中から始まるよということで始めております。この日はこのねちょっとカラフルなピアスをはめましたっていう紹介と、イエイイエイイエーイ、はい、というところから始まってまいります。バスで何回か行ったことあるんですけど、やっぱりね混んでた。いつもの平日よりも道が夏休みということもあってかなり混んでて、いつもの倍ほど時間がかかりました。ということで先にねコーディネートの紹介、この日はの視聴者様にいただいたトイストーリーのハットに合わせて、はい、このピアスをはめまして、出かける前にコロコロしたんだけど、どうしても黒い服だと黒いハットとかと海ちゃんの毛目立っちゃうね。で白いスニーカー、これちゃんと椅子に靴上げてませんから白いスニーカーに、今回はモノトーンコーデでこんな感じでちょっとカジュアルめな感じで、お出かけしております。で前日がねなんだかんだ編集室で眠れなくてめちゃくちゃ寝不足だったんだけど、どうしても行きのバスはワクワクして寝れないね。毎回絶対行きだけは寝れないんだよね。じゃあ本編始まります。やっと行きました。長かった。お家を出て2時間ぐらい経ったかな。やっとコサインできました。12時、だいたい12時のエントランスはこんな感じです。でも荷物検査は意外とね結構待ちましたよ。この時間でもいい来る方々はいらっしゃいました。結構いらっしゃった。でもエントランスはこんな感じで空いてますね。まあ、それもそうだよね。じゃあ早速中入っていきましょう。あ、しかも今日のいいところはめっちゃ涼しい。日傘もいらないし、ファンディーファンも全然いらないし、なんならちょっと半袖です。肌寒いぐらい。なんか今までの暑さに慣れてるから肌寒いぐらいの感覚でいられる。ちょうど開幕シーンやってる。ちょっと後ろから見ようかな。でもこんな感じで、はい、ほとんど人はいません。なんかすごい広く感じるんだけど、ワゴンとかも出てないから。開幕シーン、あ、何？なんか焼き鳥の香りがした今。お腹も空いたな。あ、もうせっかくだから撮っていこう。なかなかここ混雑して撮れないから。じゃーん。手ぶれオフで撮っちゃってた。めちゃめちゃブレてたかも。手ぶれオフで撮っちゃってた。あ、今日はこの帽子で来ました。ストーリー、よし、じゃあ後ろから見てみよう。涼しくて最高。ほんと今日はすごい。ミニクリニューハンバーがたくさんの輝きで溢れているね。なんて綺麗だね。それじゃあ最後にもう一度Thank you.
パーリオに来たけど、こんな可愛いミニーちゃんのカチューシャが売ってたなんて知らなかった。ちょっと今日黒白コーデできたし、そのカチューシャ合いそうだから。買っちゃおうかな。どうしよう、これかわいすぎる。買っちゃう。買ったよね。買いまして、こんな時間になっちゃったんだけど、1杯目のビールを今日は珍しくザンビーニリストランテで買ってきました。でお腹空いたんだけど、この後多分お友達と合流してお食事に行くので、超久々に生ハムのサラダというものを頼んでみました。ザンビーはこの時間、そうだよ、めちゃめちゃお昼時なのにレジは待ちゼロでした。ということで乾杯。なぜ私がザンビで飲んでるかと言いますと、この後合流するねお友達、地元の先輩なんだけど、遠方から来てるから絶対もうそれがいいと思うんだけど、ソアリンの DPA を買ってて、今それに乗ってるのね。もうすぐ乗るのかな DPA に、うん、でそのソアリン乗り終わりで合流しようということになったので、私は今ザンビでビールタイムをして待っています。ソアリンは今日90分待ち、だったら全然買ってお得だよね。60分とかだったら並べるけど、90分だったら私も買うのを断然おすすめします。遠方だしね、なかなか来れなかったら絶対それがいいと思う。ということで生ハムのサラダいただきます。ドレッシングフレンチだし、これね、上に削ったチーズ乗ってるし、おつまみ感覚でいただけるの。今日は本当に涼しい。この夏インスタの中で一番の涼しさなので、全然日差しもないしね、曇りで。カチューシャで大丈夫なんでしたはないでしょうか。痩せた気分。ちょっと待ち時間見てみるか。夏休みの平日センター45分、ソアリンはさっき言った90分ね、トイマリ60分のタワペラ45分。45分だったらちょっと並ぼうかなって思えるね。乗りたいな今日。25分待ちは何だろう。あ、グリーティングね、ケープポートのグリーティング。2万マイル15分。奥のロストリバーデルタのレイジングスピリッツは30分。インギーは35分。ってな感じですね、主要なものは。ニモのシーライダーは15分。そんな感じ。なんか、パーク内にいる人だったり、このめちゃくちゃお昼時のこのザンビの様子見てたら、もうちょっと空いてるのかなと思ったんだけど、やっぱり普通の平日よりは夏休みってこともあって混んでますね。本当ね、今テラス席にいるんだけど、風が心地よくて最高。秋に来たぐらい。今何度だろう、26度だって。今日はもうここからあまり気温が上がらないみたいだし、なんて言っても昨日の天気予報だと雨予報だったの、午後まで、夕方まで。
それが見て晴れて晴れてはない、うん、降ってない、一番最高。食べます。タイムトゥーシャイン終わりでエンポーリオとお菓子のお店とかを見てきたんですけど、お菓子のお店はもう本当に空いてて人がパラッパラくらいしかいなかったから、お土産を結構たくさん買うかなっていう人方は本当ね、夕方以降はめちゃめちゃレジ混んで、レジするのにもお店に入るのにも終わり際だと時間取っちゃうから、朝この時間帯ぐらいに買っちゃってロッカーに入れておくっていうのがめちゃめちゃ得策だと私は思います。あと私はね、え、このぬいぐるみ見てないよ。そう、今日エンポーリオ行ったら全然知らないカチューシャ、めっちゃカチューシャ新しく結構出てて、しかも全部可愛い、おしゃれ、デニムのやつとか、デニムのやつとかすごいおしゃれだったし、デニムのね、デニムのぬいぐるみとかも出てたんだね。これ見つけれなかった、エンポーリオにあったのかな、これ見つけれなかった。パークで探すをしてみよう。え、あるんだって、見つけれなかった。私はね、旦那に頼まれた、え、このショッパーのトートバッグとかも見つけれなかったな。旦那に頼まれ、あ、これパンギャラティックピザポートのフィギュア、あ、なになに、パーク在庫×じゃん、オンラインじゃん、セットは。旦那に言わなきゃ、これ買ってきてって言われたの、パンギャラティックピザポートのフィギュア教えてあげよう。そんなこんなで、あの、もうちょっと時間まで時間潰します。最高、本当に気持ちいい、暑くなくて。見て、これ2階席だけど、市場のお昼時なのにこんな感じだよ。誰もいない。ザンビーニリストランテから出て右階段を上がってくると、ソーリンに行く方の階段ですね。ここもうひまわりがたくさん、咲いてる。しかもめっちゃ日が出てきた、映えるね。でもひまわりがそれでかわいい、たくさんひまわり畑、めちゃめちゃいい感じですこれ。わあ、一人じゃなかったらな、写真撮りたいんだけど。もうちょっと時間がありそうだから追加したひまわりをバックに。このひまわり最高。曇りで涼しくていい感じだったけど、だんだん日が出てきました。日傘さしてる人も、インしてすぐはいなかったけど、だんだんみんな日傘さしだしたね。うん、このひまわり終わりの出口でしばらく待ってるけど、まだだな、まだ来ないな、どうしよう。でもここでさ、もう一杯ザンビにビール買いに行っちゃったら出てくるよね、きっと。あ、まだ人が出てきてる、まだかな。
どうしましょう、悩む。我慢した方がいいかしら。どう思う？我慢した方がいいよね。いや、どう思う？次の場所に移動するまでも時間あるし、買うか？買っちゃうか？もうちょっと時間がかかりそうだという私の勝手な判断で3杯目のビール買いに来ちゃいました。ザンビ、今日はザンビのお得意様で、私は、ね、2階のテラス席に来たらこんな感じ。今一人来られたかと思ったらそのまま出て行かれたから一人っきりです。テラス全然大丈夫だよ、テラスでこの暑さだったら。じゃーん、堪能します。3杯目乾杯。スタートが遅かったにもかかわらずこの時間でもう3杯目っていうことは、ビールのデポジットがなくなっちゃったから、ここからは自分のさじ加減で飲まないとね、うん、お金も肝臓もね、体調も。それでお友達をさ、ずっとソアリの出口で20分ぐらい待ってたんだけど、まだかかるみたい。12時55分のDPA、 ディズニープレミアムアクセス DPA を買ったって言ったけど、もうすぐ1時間経つからね、結構 DPA でもかかるのかな。あ、でも12時55分からあれだよね、入れる間の時間があるから何時に入ったかわかんないんだけど、ちょっと後でどれくらいかかったか聞いてみよう。普通にスタンバイすると80分待ちってさっき言ってた。どれくらいかかるんだろう DPA で。みんなでザンビに来ました。このおすすめした冷製パスタとピザがついてるセット、そして私はビールをおごっていただきました。ありがとうございます。ビールをおごっていただきました。ありがとうございます。だってさ、バレちゃう、バレちゃう、あのもう4杯目だけど。どうだった、冷たいパスタ。冷たい普通のあ、味がね。どなたがデビューですか？お名前聞いてもいいですか？サナです。サナちゃんで合ってる？はい、はい、サナちゃん。サナちゃんはディズニーシー何が好きですか？特になし。ダッフィー。ダッフィーに会いたい。あ、オーケーオーケーオーケー。なんか言わされた感あるけど、OK、うんって言ってくれたから。はい、だいだやかさー。あー、かわいい。あ、2つももらった。ハッタイギュッだ。あ、夏のやつだ。ここでやったじゃん。すげえ。いいな、欲しい。
あのちょっとこのレディーたちがサングラスが欲しいということでこちらに来ました。フィガローズクロージャーに来たんだけど、あるって信じてもらえなくて、なかったら坊主ってことになりましたけど、ありました、ほらあったでしょ。あ、プーさんもあるじゃん、ほらこれさ、これ人気だよね。でもミッキーの形の可愛いでしょ。プーさん、パンダじゃない、プーさん、プーさん、うん、これほら、これでもプーちゃんが、プーちゃんいいじゃん、いいじゃん、プーちゃんいいじゃん。サングラスいっぱいあるよ。これはこれ、これにしようよ、これがいいな、これかわいい、プーさん、プーちゃん、プーちゃん、これでいいじゃん。どうします、皆さん、どうしよう、自分ダッフィーにしてさ、あれじゃん、ダッフィー&フレンズだけど、バラはかわいい、だけどなんかいっぱい集まってるのもある、少ないからあるある、みんなが写ってるみたいな感じもなかった、これがいい、これがいいな、みんなで早い時間にお土産を選びに来ました。これさ、ポーチ付きのお菓子も可愛くね、あのポーチ。はい、じゃあみんなのね、お土産を買いましたので、この後はトランジットスチーマーラインに乗ってロストリバーデルタの方に向かいたいと思います。あのね、インディーに乗りたいってことだったんですけど、今インディーが25分待ちなので、急いでトランジットスチーマーラインに向かいます。いや、またね、日が陰ってきて曇ってすごい過ごしやすい、涼しくて最高です、今の気温。じゃあロストリバーデルタの方に向かいます。15時になりました。今からトランジットスチーマーライン乗りに行きます。混み具合こんな感じ、もう撮ってる、撮ってるよ、こんな感じの混み具合どう？今まで来たディズニーの中で一番空いてない？そんなことない？空いてるよね、空いてる、私めちゃめちゃ涼しいです。よし、お船乗ります。船はこれ、うん、船の中撮ろっかな、いい感じなんだよ、船撮ると。船で巡る東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。ここはメディテレーニアンハーバー、美しい南ヨーロッパの街並みが心に残るロマンティックな港町です。についてみんなを見送りました。30分待ち、30分待ちね。ちょっと私はこれを待ってる間にこっち側に今日初めて来たからいろいろ回ってきたいと思います。じゃあ私いろいろ撮って回るっていう風に伝えて別れたんですけれども
やっぱりね、さすがにちょっとお腹が空いてきちゃったので、せっかくこの場所にいるからスパイシーチキンレッグを買いに行きたいと思います。スパイシーチキンレッグどれくらい待ってんだろう。さあ、今ここ、あ、ほぼ待ち列ないかも。わー、こんな感じ。すぐレジに行けそう。スパイシースモークチキンレッグをゲットしたので、生ビールを買いにユカタンベースキャンプグリルに来ました。果たしてこの時間どれくらい並んでるんだろうと思ったらこんな感じです。はい、今15時45分、こんな感じでございました。すぐ購入できそうです。じゃあ並びます。かわいい。But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there.